はい、今どこにいるかというと、ブータンのパロの空港にいます。まあ、ブータンの首都というのはティンプーなんですけど、ティンプーに国際空港なくて、ブータンの唯一の国際空港というのはパロにあって、今パロの空港の中にいます。とは言ってもね、国際空港とは言っても、2つの航空会社しか、発着していません。これはブータンの航空会社のブータン航空、もしくは、ビッグウェアね。では、これからブータン航空に乗って、インドのカルカッタ経由でね、タイのバンコクまで行こうと思ってます。で、かなりやっぱ小さい空港で2つの航空会社が就航してます。中古便が少ないですからね。で、もう入ってすぐにもうこんな感じ、お店がほとんどないと。でもなんかお土産屋さんでなんか買おう、あそこのカフェもあるんで、そうかと思ってます。まあこんな感じね、お土産屋さんが 1,2 そっちもう1個3軒あるんだけどね。じゃあすぐそこがもう入り口です。で、このようにお土産屋さん2つあって、で、カフェがそこに1つあります。まあ小さい空港ですね、はい、猫がいるって思いましたね。そこに猫いるんですけどね、見てください。空港の中に猫がいるなんて初めて見ましたよ、本当。空港のいわゆるそのイミグレ通った後です。